皆さんこんにちは、中野豊です。今日は中野豊が住んでいるアメリカの家を紹介していきたいと思います。まず背景に映っているのが僕の家なんですけど、見てくださいよ。これ本当にでかすぎますよね。日本だと本当どれぐらいするんですかね。40-50万くらいするんちゃう、普通に好きだったら。ここの家賃は後ほど紹介します。ということで早速ちょっと家の周りを見ていきましょうか。はい。まずこれすごいですね。入り口なんですけど、この木なんの木なんですかね。本当にでかすぎます。ヤシの木っぽいけどな、違うのかな。でもヤシの木はちっちゃくない。ね、沖縄のヤシの木見えてるんですけど、これは多分一緒に住んでるおばちゃんがいるんですけど、うん、その人の趣味かなんかだと思う。草も綺麗に刈っててすごいですね。ちょっと家の周りから見ていきますか。おい、特に紹介するところないんですけどね。まあ奥行きがこんな感じで、はい、こちらがガレージですね。でちょうどこの辺見てください。家の敷地が多分ここまでなんですよね。はいはい、ここまでなんですけど、でこの真横で車売ってますね。見てくださいこの車。興味のある人は、興味のある人ぜひ買ってみてください。しかもナンバープレートついてんねんけど、これいいんかね、置いて全部。これナンバープレートついても売れんの。さあということで早速家の中に入っていきましょう。はい、ゆたかチューブ。で早速家の中に入っていきます。まずここテキサスヒューストンのブーンロードってところなんですけど、少しちょっと治安が悪いみたいです。で治安が悪いので一応家が20ドアになってます。鉄骨って言うんですか。鉄骨のドアとあと木のドア2個あります。行きましょう。鍵も20なんですよ。これな、作ってるのは20なんですけど実際は30です。これは開けるのめんどくさいんよな。ちなみにここ今ハロウィンで1週間ぐらい前からハロウィン仕様の家になってます。ということで中入っていきます。ということで家の中に入ってきました。とりあえずまずここですね。家に入ってすぐ右にキャバクラのシートがあります。見てくださいこれ、今ちょうどハロウィン仕様でめっちゃ可愛くなってますね。そうね、ちょっとたまにこうやって写真撮ってみたい。こうやって写真撮ってみたい。でこれ一応なんかベトナムが仏教じゃない、多分なんかのあれで、もうめちゃめちゃこういうのを大事にしてますね。車に釣られたりとか、うん、まあ他にも見てもらったら後で分かると思うんですけど、うん、めちゃめちゃ大事にしてます、こういう文化。うん、かわいいですね。こちらも見てくださいよ、全部高そうなの。この馬なんて何円するんでしょうか。すごいな。うん、これ見てください。すごいやん。感想薄。え、でも分からへんもん。これ100円以上でも納得できるし。うわぁ、いや、100万円でも納得できるし。まあここになんちゃってワインなんて置いちゃったりして。ちょっと見ていきましょうか。そうですね、壁とかもめっちゃ大事にします、こういうの。そうですね。装飾がおしゃれだよね。ちなみにこのおじさんは、たまに遊びに来てるおじさんですね。週7回なんですけど、週5で遊びに来てます。仕事してるのかな。いつもここに座ってるんでちょっと何やってるか分かんないですけど、定年退職とかなんちゃうん。違うんか、あれ。元気ですか、聞こえてますか、元気ですか。聞こえてないようですね。もしくは理解していたいです。でここが普段夜ご飯を作った後に食べる机になってます。うん、ここで YouTube 撮ったり、あと夜ご飯食べたりしてますね。そうね。こっちが今一緒に住んでいるもう一人おばちゃんがいるんですけど、その人がここで仕事してます。僕一回やってもらったんですけど、うん、顔のケア、スキンケアっていうんですかね、のやってて1時間60ドルでやってます。でいくら日本円だと。1時間60ドルなんで日本円で100プラス150の9000円ですね。結構高いな。そうです、ぼったくりとは言いますけど高いです。まあもうそれなりに1時間しっかりやってくれるんで、うん、十分だと思います。で、次行きましょう。豊かチューブ、豊かチューブ、豊かチューブ。
ここちょっと映していいかわかんないですけど、仏壇ですね。多分この仏壇、大学生の一人暮らしより大きいです。仏壇だけで、まあ、ワンルームよりは大きいわな。次行きましょう。次はここがよく使うキッチンになりますね、うん、まあ、炊飯器もありますし、僕が使ってる炊飯器こちらで、これ多分おばちゃんが使ってる、うんうん、今5ヶ月ぐらい住んでるけど使ってるの見たことないです。でそもそも多分白ご飯食べないんで、あー、そうなんや。こっちがお湯ポットで、まあ、この辺ですね。めちゃめちゃ物多いですけどですね。言うことない、特に特に言うことないです。なんかある？まあ、この辺とかが自分らがよく使ってる食べ物系の場所ですよね。これ何？誰の？わかんない。あ、わかんない。なんか色違うけど大丈夫？こやば。そうだ、アメリカの卵って生で食ったらやばいんだろう。そうなんです。次ちょっと冷蔵庫の中紹介するんですけど、うん、見てください、冷蔵庫、冷凍庫です、これが。やばいです。汚すぎます。もう臭いです。もはやここです。でれん、アメリカンサイズ。これが自分たちの部屋の冷蔵庫ですけど、僕の段はここです。そうね、牛乳、見てください、これ僕の顔よりでかい牛乳です。で、あと、まあ、味噌はこれ日本のスーパーで買いました、うん、日本食スーパーで買いました。いくらぐらいですよ、こっちだと。これ味噌で多分1400円ぐらいです。これで1400円ぐらいでした。めっちゃ高い。ほんまに高いです。やばいな。で、まあコーラとか置いといて、ちょっと出しますね。これが、日本と一緒で低温殺菌されてる卵になります。これは生卵にのまま食べれます。卵かけご飯とかできて、パスチュアライスと、パスチュアライス、パスチュアライス、これはいいやつです。これだけで昨日買ったんですけど、うん、1700円か1800円です。さっけー、本当に高いです。で、ナチュラルなのが、ナチュラルな卵はこちらです、うん、これはもう基本的に生卵では食べてはいけません。これ食べたらどうなる？これ卵食べたら病気になります。入院です。マジか。で、アメリカで医療費高いんで、うん、ちょっと気をつけてください。はい、卵をお金払って買った方がいいです。あー、そうだね。病院でほんと何百万するんで、もう絶対買った方がいいです。ということで冷蔵庫は終わりです。はい、次、さっきから言ってるおばちゃんに会いに行きましょう。こちらガレージ、さっき外から見たガレージになります。ほうほう、いい匂いです。何か料理を作っています。めっちゃいい匂い。ワック、あ、一緒に住んでいるおばちゃんです。マイ、はい、ルビーと言います。 I cook the biscuit. おー、グッド、ベリーグッド、スメルグッド。いやめちゃめちゃ頑固なおばちゃんわがままおばちゃん。洗濯機は何も言うことないです。まあ、でもやっぱ日本のとサイズが違うよな。一緒ですよ。でかいやろ、どう考えても一緒やろ。だってこれあれやで、5日分とか余裕ですっぽり入るんやで。普通やと思いますけどね、分からへん。これ普通やろ。あ、そう、まあ、コインランドリーぐらいか。コイン、日本のコインランドリーのやつが普通にあるみたいな。なぜかというとアメリカは太ってる人が多いで、服がでかいんですよ。おお、俺にも優しい国やな。そうです、目黒タクトに優しい国です。ということで、あっ、これでいよいよ本番です。本番メイン、こっちはおばちゃんの住んでる部屋なんで映せません。映せません。次、ここ、僕の部屋です。やべやべやべということで、こんな感じで、めちゃめちゃでかい。これ何畳ぐらい？でも結構普通に一人暮らしのワンルームだったらだいぶでかいサイズだよね、うん、ここだと。めっちゃでかい。8畳、10畳ぐらいか。そうやな、10畳ぐらいで、しかも机もめっちゃでかいし、うん、ベッドもこれキング、キングちゃう、これキングサイズですね。寝転がってみて。うん、やばい、大の字で寝る相当でかいよな。っていう感じで、めちゃめちゃでかいです。で、まあ、ここ自由スペースで、うん、なんと別で物置部屋もついてます。
ちょっとここ着ないから映しちゃダメですよ。え映しちゃダメですよ。こんな感じですね。オープンクローゼットやっていう感じで、こんなもんかな、紹介は。景色は悪いです、正直。景色は壁。壁。しかもなんか濡れてるし。なんで？なんか漏れてんか？雨とか漏れてんじゃん。というのが僕の部屋多いです。次、一緒に住んでいる人がなんかいるんですよ。めちゃめちゃカビゴンっていうのか。なんかいるんですよ。見ていく。あ、その前に先にあれ紹介しましょう。ここ手洗い場です。手洗い場、まあそうやな。洗面台ですね。洗面台、ちょっと今物多すぎますけど、おばちゃんと目黒拓人と中身の物が入ってます。で、ちょっと中に入って、これマジで嫌なのがアメリカってお風呂に浸かる文化ないんで、うん、トイレとお風呂の一緒なんですよ。そうね。ユニットバスなんで、ちょっと最悪です。一番鬱陶しいの言っていいですか？どうぞ。シャワー浴びようと思ったら、なんか一緒に住んでる人がうんかーって言うんですよ。あ、最近めっちゃ臭い。しかも毎日、ほぼ毎日かぶせに来てるんちゃう？なんかこのかぶせに来てるんちゃうとか言ってるやつですよ。これ、シャンプーです。はいはい。これ、なんとアメリカで買いました。おお、ひまわりって日本のやつやんな。そうです。ちょっと漏れちゃう、見てください。つまんです。これ何円だと思います？日本だと800円とか、そんなもうちょいする？これ、うん、16ドルです。というと2400円ですね。たっけー。これはオーナーにもらったり分かんないです。で、こっちにもファウンテンあるんですけど、うん、ファウンテンついてるんですけど、これはちょっと値段分かんないです。オーナーが買ってきてくれたんで分かんないですけど、うん、多分おそらく日本のファウンテンで、日本だと思うんで同じぐらいだと思います、値段は。そうね。あとは紹介することないかな。ちょっとシャワーの使い方難しいけど、アメリカのシャワーはまずひねります。はい。これ出てこないです。うん。普通ここのボタンってお風呂溜めるか溜めないかじゃないですか。そうね。これ引っ張ったらなんと上から出てきます。ほんまや。で、お湯溜めたいと思うじゃないですか。うん。お湯溜める方法ないです。なぜ？あれついてないです、あの黒いゴム。何もついてないです。水垂れ流しになってるだけか、これ。なんでお風呂浸からないです。まあ日本人としてはちょっときついよな。はい、ちょっと厳しいです、展開ですね。まああとはこのままやな。はい、次行きましょう。はい。次カビゴンの部屋行きます。はい。カビゴーン、ポケモンの笛。お、カビゴンがいないです。ちょっとお出かけしてるんでしょうか。多分おそらくさヤシの木を食べに行ってます。ちょっと後でヤシの木見に行きましょう。もしかしたら食べてるかもしれない。これですね。お、カビゴン、めちゃめちゃ綺麗です、部屋が。リュックサックもかけて、服もめっちゃ綺麗ですし、うわ、綺麗。こっちの方がちょっと設備整ってるよな、でも、うん、カビゴンの部屋いいですね。あなた見てください、これカビゴンの部屋。ライスにカップ麺にマウンテンデューです。カビゴンの部屋ちょっとベッドちっちゃいです。多分普通僕と逆だと思うんですけど、ベッドの大きさは、うん、まあいいとしましょう。ちょっと乗せてみてや、どれぐらい違うんか。ちょっと聞いていいの？いいよ。フォアフォアです、こっちの方がフォアフォアです。でもちなみにカビゴン、ラコステの枕カバー使えてます。ということな感じで、まあ、カビゴンの部屋の方が景色いいですね。そうね。あ、なんか景色見えないです、ここから。あ、いや、今カビゴンヤシの木食べてませんね。めっちゃ編集も整ってますね、設備が整ってるって言うんか、これ。まあ、モニターオーナーから借りたりしたからな。そういう感じですね、家紹介は。
はい、ということで今こうやっていよいよ一周したんですけど、最後にこの家の家賃を紹介します。お、ついに確率かわかんないですけど、最低でも、うん、おばちゃんが曰く2000ドルです。ということは30万円ですね。おー、結構高いけど、でもこのサイズやったら、しかもここヒューストン、テキサスのチャイナタウンの近くですよ。チャイナタウンに車で3分から5分で行けるんで、まあ、結構遊べるところ多いもんな、うん、で、わかんない、多分30万円って気がします。ちょっと今おばちゃん怒ってますめっちゃブチ切れてますなんかもうガンギリやん。何て言ったか知らないましょうか。お前もうご飯食っとんねん、もっと早く言えや。昨日遅いねん、昨日遅いねん。あ、出るんかそれという感じですね。ということでこの家いかがでしょうか。もしこの映画に良かったと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではカビゴン見た後にまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。さっきカビゴンいなかったので、ちょっとソフトに確認しに行きたいと思います。お、カビゴンがいる。なぜだ。ちょっと近くまで見に行ってみましょう。モンスターボールも持ってきたので。これどっかで見た光景ですね。なんか沖縄の動画でもなんかカビゴン見た気がします。お、カビゴンちょっとパンツ見えてますけど、カビゴン、お、カビゴン気持ち悪いですね。何か、あ、食べてません。前は食べてたのに今日は食べ始めたばっかりかな。ちょっとかわいそうなんで食事の邪魔をしないであげておきましょう。カビゴン、How are you? I'm so hungry. Oh, what time wake up today? About 14 o'clock. Oh, 2 p.m. ってことですか? Yeah. Wow. ということでいい食事を。Good luck. Thank you. Enjoy. Enjoy. Bye, カビゴン。カビゴン、Bye.ということで今日は快晴でした。